ポーチプロ野球チャンネル。おはよう。おはようございます。この花ドームです。ね、早く、ね、朝練ですよ。うん、すみません、朝6時20分に来ていただいて。あれもうありがとうございます。すみません、はい。これが今年のアーリーワークなんです。うん、今日はちょっと試合前なんで、うん、軽めなんですけど、あそうね、200発 連発でバーンって打って、うん、その後15項目の、うん、バントとか右打ちとか、うん、スクイーズとかやるんですよ、うん、充実した朝です、うん、であのチームバッティングって本当大事になってくるから、うん、あれを毎日するってことはもういいことだと思うよな俺は。そうですよね、うん、だから、まあ、秋広選手が触れてきてるのも、うんまあ、こういう効果もあるのかもしれないですね。やっぱり、体幹がそれと強くなるし、はい、頑張ってもらいたいな、ねうん、行きましょうか。せーの、強い。疲れました、はい、亀井コーチが、うん、うまくバッティをしてましたけども、うん亀田選手と秋広選手に、うん、まっすぐ、まっすぐ投げて、うん、予告なしで緩い球投げたり、うん、ワンバン投げたりしてるんですけど、うん、あの効果っていうのは、うん、下半身の粘りやね、うん、俗にまだよね、ま、うんうん、っすぐはこう同級、うん、来るじゃない。ワンバンド投げるとどこへ跳ねるかって分かんないじゃん、うん、それしっかりボールも見るだろうし、はい、下半身がうわっとこう粘るじゃん、はいはい、粘り、うんうんうん、だから実際試合になったら何来るか分からないし、はい、この粘りじゃん、うん、その粘りをつける練習をやってたと思うけど、なるほどなるほど、あれいい練習でもいいですよね、うん、俺はもう やらされたしやってきたしいい練習で。でも予告なしであんだけ緩い球来ると、うん、プロ野球選手でもあそうそうそうだそう、うん、あれが耐えられたらまた普通行くのよ、うん、そうですよね、うん、だから下のこういかにこう打ちに行くけど打ちに行くけど、うん、こう粘りながら打ちに行けるか粘りながら打ちに行けるっていうのが大事だから、うん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 、なるほどなるほど、うん、まあいろいろアイディア持ってやってますね。そうそう、うん、亀井コーチもね、うん、亀なんかも いろんなよう練習した選手やから、うん、いろんな引き出しを持ってると思うから、はいうんはい、いいことをやってるなと思って見てましたけどね。同じね、阿部ヘッドも左バッターで、うんまあ、亀井コーチも左バッター、うんまあ、いろんな、ね、要素をね、うん、秋広選手は取り入れていけばいいですよね。いや当然2人で話し合ってると思うし、うん、あのし新ちゃんと亀井話し合って、はいはい、でこういうことを指導しようっていう話し合ってると思う。それでいろいろぶつけていって、うん、秋広に合うものをね、うんうん、見つけ出してくれればいいのかなと思うけどね、はいはい、秋広選手のバッティングをご覧になってちょっと どう思う。去年より、うん、あ今年の夏より、はい、さらに力強くなってると思ったよ。ちょっとこのなんていうのかな幅、うん、体重移動の幅を、うん、なんか亀井コーチが言ってるようにも見えたんですよ、うん、それちょっと少なくしろよみたいな感じになってたんですけど、うん、でそれは思うけど、うん、絶対ではないじゃない、うんうんうん、誰が合うか分かんないから、はい、でそれを亀が思ってことを投げて、うん、であいつが受けて、うん、でやってみてええー、と思ったらやったらいいし、うん、いやでも前のがええなと思ったら亀に話して、うん、前のがちょっといい感じなんですけど、うん、であと自分がいいのと打球がいいのとだって自分がいまいちでも打球がいいケースとかあるわけ、うんはい、であれなんか自分いまいちがいい打球が飛んでるなって今のビデオで前に撮れるわけだから、うんうんうん、で確認してやっぱり打球がいい方がいいんだから。そうっすよ、そうしたら変えていくべきだと思う。飛べばいいんですもんね、うん、スピードが打球飛ぶようになりましたよね。あの俺昨日今日室内選手見てないじゃん、うん、すごい見てないじゃん、はいはい、で打球は今年もフリーバッターでも結構飛んでたよ、うんうん、なんか充実してるようにも感じますよね、うん、なんか自信持ち始めたのか本当ホップステップ来年ジャンプやから、はい、何とかレギュラーになったら嬉しいし。そうですね、うんこれでステップでこけちゃいけないわけですよね。うん、だから1年か1組行ってほしいと思うよね、来年は。うん、今年ファームで、うん、275、まあ、基本と思って、首位打者狙うところまで行ったっていうのは、うん、本当、首位打者あるとしてたね。そう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 、うん、取ってればもっと自信になったんでしょうけどね。でもまあ、それはもう、タラレベイトもしょうがないから、はい、でも1年間やったという彼はね、うん、自信はあると思うよ、もう。そうですよね。あと1軍のピッチャーの対応だけでも。うんそうですねうん、全然違いますもんね、うん、そこはね。でも2軍で打てないのいっぱいいるわけだから、はい、2軍で成績を出してんから、野手が一番いい成績でしょ。そうですね、うんうん、それを引っ提げて1軍でキャンプ来るわけだから、うんうん、4番ファースト秋広背番号55。
4番ファースト秋広。フラスさんと亀田選手、はい、うんうん、いいパワーしてます。あのパンチ力あるね。あります。あのパワーあると思う。うんうん、ちょっと荒削りではあるなと思ったけど。そうですね。だからタイミングはちょっとまだまちまちというかさ、バラバラというかさ、はいはい、合ってるか、うん、で同じ球が来てる、うん、あれマシンで打ってたでしょ。そうです。で大体同じスピードで、はい、同じ角度に来るわけ。ちょっとブレるけど、はい、それをカーンとおおと思った時ぐしゃーになったり、うん、だからあのタイミング間がまだちょっと一定ではないよね。それをしっかり作るのが大事かなと思う。でも当たりは飛ぶんだなっていう感じはするよね。あのね、亀井コーチのこのゆったりとしたボールをもっきりと荒らしましたけど、あの荒々しさもいいんですよね。でもね、うん、あれ下手で空振りしてると思うけど、だからあそこでいかにこう右でこう右でこう粘りながら打ちに行けるかやから、それを見つけたら、はい、可能性あるよね。いい肩しますよ。あ、そうなんだ。俺肩はね、はい、あ、でも試合でノック見てたら肩そうだよね。はい、元気もありますし、うん、体大きいですし、ね、なんか東海大魂が入ってんねんから。東海大魂ですよ。そうっすよ、ね、うん、で支配下取ってもらって本当や ね、 ね、うん、階段を登ってもらって本当そうそう、はい、村さん、うん、で最後なんですけど、井上投手が練習後、うん、もう夕方手前ですよ、うん、ジャージ姿でチェンジアップ練習してました。で、ね、キャッチャーがホームベースの前に出て掘ってたんですよ。これどういう狙いなんですか？前に来れば来るほど、うん、そこに投げるの簡単になるわけでしょ。だからあんまり力むことなく、確かに前の方がね、制球力アップと、うん、だからその辺に大体投げたらいいよってはいはい、でそれが投げれたらだんだん下がっていく、徐々に下がっていけばいいです、うん、変化球の制球力アップで、だから自分の中でチェンジアップのラインをそうラインをちょっとずつ伸ばしていくっていう、まあ、マスミじゃないけどライン出しじゃないけど、はい、うん、手前でイメージを作って、うん、あの辺に近い方が簡単なもんで、うんうんうん、18.44 に一歩2歩下がっていって、うん、慣れてきたらレベル上げていくってことだと思うけどね。阿波野コーチがもう一生懸命、ね、阿波野コーチチェンジアップすごかったですよね。いいって言うよ。俺でパリーグやね、はい、リーグ違うよ俺たちは、はいはい、交流戦もないしさ、阿波野最多勝とか取ってんだから。そうですよね。俺らの時代は近鉄の大エースってイメージよね。あ、でも対戦もちろんないんですね。阿波野ごめん記憶ないな、あんまりないと思う。でもイメージは良かったんですね、チェンジアップね。すごいピッチャーじゃん。じゃあそのままね。で、青野ってあの 俺の中よ、はい、だから巨人は斎藤じゃない、はい、でパ・リーグは同級生から青野のイメージじゃない、はい、そうですね、うん、僕ら世代でも青野さんは知ってますもん、ね、あのダブルヘッダーロッテの伝説の試合も、うん、俺見てたけどさ、ね、はい、すごいピッチャーと思うよ、はい、ヒールアップのピッチャーですよね。ヒールアップの青野、そうやね。あ、そうやね。そうですよね、うん、
チェンジアップを覚えればね。ああ実績は申し分ないピッチャーよ。井上春投手のチェンジアップ。うん。ね。うん。よし。期待したいね。はい。ありがとうございます。はい。さよなら。